フォックストロットは社交ダンスの一つ。現在もアメリカンスタイル社交ダンスの一種目として踊られている。これの別スタイルバリエーションのダンスに、クイックリズムダンス、クイックステップ、ツーステップがある。19世紀末、アメリカでジャズの前身であるラグタイムと呼ばれる音楽が生まれ、これに合わせて生まれたダンスの中の一つが、フォックストロットである。1913年、 ハリー・フォックスが自らがマネージャーを務めていたダンスホールにおいて自らの名を冠したダンスを発表する。これ以前にもターキートロットやバニーホックなどの動物の名を冠していたダンスが流行っていたがこの踊りはキツネの動きとは関係がない。当時のフォックストロットは今日のクイックステップやジルバに近いスピーディーでアクションの激しいダンスだった。以前からあった。 ワンステップは、ステップの拍の取り方が基本的に一定だったため、ジャズなどの新しい音楽のシンコペーションに対応することができず、これにとって変わるようにと早い拍と遅い拍の組み合わせを持ったホックストロットが進化し、米国で流行した。さらに、同時期の流行ダンスのチャールストンとも組み合わさることで、欧州でも流行する。バーノン アイリーン・キャッスル C1910 から1918、1912年、カッスル夫妻はそれまでの小走りのダンスに日常的な歩行の動きをプラスし、カッスル・ウークという歩行中心のスタイルを考案し、注目を集めた。このかかととつま先を使うステップは、当時の多くのダンスにも影響を与えたが、ワンステップと、その発展系のホックストロットが特に恩恵を、 受けている。フォックストロットが一時の流行の若者の激しいダンスで終わらなかったのはこの歩行ムーブメントのおかげであった。カッスル夫妻の物語はフレッドアステアとジンジャー・ロジャースの共演で映画化されている。現在ではアメリカンスタイルダンスの一種目としてフォックストロットが認知されてきているがインターナショナルスタイルダンスの愛好家は情報を 英国の競技ダンス指導者からのみ取り入れてきた歴史から仲間内の不調としてスローフォックストロットの略称としてこの故障を使い近年までオリジナルのフォックストロットの存在を知るものがほとんどいなかったハリーフォックスの命名は英米はじめ世界のダンス協会が公認している狐説は日本人などの当時国外が著者の一部の文献などでしか見かけることはない ありがとうございます。